アンデルス・オロフソンはスウェーデン人のレーシングドライバーである。アンダース・オロフソン等と記述される場合もある。1977年にヨーロッパ解散でピエル・カルロ・ギンザーニに次ぐランキング2位を獲得し、同年のスウェーデン解散ではチャンピオンを獲得した。また、翌1978年にもスウェーデン解散のチャンピオンを獲得した。 1986年の11月に富士スピードウェイで開催されたインターテックにボルボのワークスドライバーとして来日し、空飛ぶレンガの異名を取る240ターボで勝利を挙げた。翌1987年には日産のワークスチームに加入し、主にハセミ・マサヒロとのコンビでスカイライン GTS-R、GT-R で全日本ツーリングカー選手権にエントリーした。 1989年、1991年とチャンピオンに輝いている。1991年のスパフランコルシャン24時間レース総合優勝車両。グループ C にはチームルマンより参戦を開始したが、1989年よりワークスチームのマシンをドライブした。1991年のスパ24時間レースでは、デビッド・ブラバム、ハットリ・ナオキと共に、 スカイライン GT-R で優勝した。また、翌1992年には、デートな24時間レースで、長谷美正弘、星野和義、鈴木敏夫の3人と共に、日産、R91CP でエントリーし総合優勝を、果たしたが、オロフソンが決勝でドライブすることはなかった。その後は一度海外に渡り、BPRGT シリーズ及び FIA、 GT 選手権に参戦した。また1994年から1997年まで、ルマン24時間レースにも参戦している。特に1997年では、マクラーレンカ 1GTR を仮総合に、GT1 クラス優勝を果たした。1997年からは活動の場を主に、日本に移し、チーム FCJ フェラーリーからエントリー。 大田哲也と組全日本 GT 選手権を戦った。しかし翌年の1998年に富士スピードウェイで開催された全日本 GT 選手権第2戦でペアを組んでいた大田が品種の重傷を負う大事故に見舞われたことからチームの参戦継続が困難となった。1999年はニスモから元山明の代わりとして第2戦富士に参戦した。 この年をもって、帰国、現役を去った。現役引退後は、母国で、レーシングドライバーの育成やマネージメントに尽力した。2008年1月22日、自宅で就寝中に死去した。アンデルス・オルフェーブーソン・ダイズ・エイジド55-2008年11月25日、閲覧。ありがとうございます。